2021年1月、東京、渋谷。渋谷駅から徒歩10分。そこに、X フラッグストアがあります。残念ながら、2021年1月17日に閉店しました。今回は、X フラッグストア渋谷店の思い出を、記録に残します。ストアが見えてきました。いつもこのディスプレイを見て、ワクワクしながら、お店に入っていましたよ。まずは、ここでカフェのメニューをチェックね。最後のストアなので、思い出の、パンドラカレーを食べたいと思います。では、お店に入ってみましょう。まずは、地下1階にある、カフェエリアへ行ってみましょう。地下には、モンストニュースをライブ配信していたステージや、ガチャリドラ大名人、ストライクチャンスのマシンもあります。カフェでオーダーしたら、席に座ります。私は読みが好きなので、読みの席に座りました。平日ということもあり、店内は、とても空いていました。じゃじゃーん。読みと、デート気分でランチタイムです。目を合わせてくれない、照れ屋な彼氏ですね。まずは何から食べようかな。とりあえずラファエルちゃんのジュースを飲みます。これ、実は初めて飲みます。コースターもついていて、お得な一品です。ゲーム内ではまだゲットできていないキャラですが、ジュースを買えば、必ずラファエルちゃんのコースターがもらえるので、個人的にとても嬉しいです。ちなみに、これは、パンドラカレー、食べるのは6回目くらいかしら。これは、幸運の、ふわふわパンケーキです。これも、実は初めて食べます。よくよく見ると、かなりボリューミーですね。でもペロッと食べちゃうんだろうな。では、まずジュースからいただきます。あら？あれれ？なんだろう。味がしないわ。グレープフルーツ味だったはずなんだけど、味がしないわ。もしや、フレーバーの入れ忘れ？かき混ぜなくちゃいけないのかな？とりあえず、混ぜ混ぜしてみます。これでよし。あれれ？やっぱり味がしないわ。まあいいか。はい。次は、パンドラカレーを食べてみましょう。このカレーは、大きい具がゴロゴロ入っていて、ルーもスパイシーなんです。とても美味しくて、ストアへ来るたびに食べてました。パンドラのお顔も可愛いです。自分で言うのもあれですが、片手ですくおうとして、具が拾えてないのが滑稽です。うん。この味だわ。お顔はどこから食べるか悩みますね。端っこの、ほっぺたから食べてみましょう。うん。美味しいです。この味がもう食べられないなんて、悲しいなぁ。ちなみに、この絶望くんは、ウエハースのような食材のものにプリントされていて、食べることができます。この食材、正式名称が未だにわかりません。パンドラのほっぺとお口は、ハムでできています。そして、目は、ゆかりで作られています。本当に可愛くて、崩すのがもったいないくらいです。ちなみに、カレーの具は、カリフラワー、ブロッコリー、人参、牛肉の角切り、ブロックが入っています。肉もまた美味しいです。デザートのパンケーキを食べてみましょう。ふわふわ、もちもちの、パンケーキで、意外と弾力性があり、フォーク一本で切るのは、少し苦労しました。生クリームの甘さは控えめなので、中の、ミックスベリーソースの酸味との差が少なく、美味しく食べられます。クローバーの緑色は、苦い抹茶の粉でできています。まずは、トイレチェックをしてみましょう。個人的に、トイレの管理ができていないお店は、リピートしたくないと思ってます。オラゴンとオラネの誘導マークが可愛いですね。視線の先にも誘導マークがあります。これはわかりやすいわ。
では、入ってみましょう。ドアを開けると、まず、モンストアニメの各シーンがお出迎えしてくれます。無機質なデザインで、おしゃれな作りです。清潔感もあります。全身が映る鏡もあり、機能性もバッチリです。赤ちゃんのおむつ交換は、スタッフに言えば対応可能と書かれたメッセージボードもありました。続いて、カフェエリアです。モーセ、ヨミ、弁財天とのデート席や、ルシファーと寝そべりソファー席、カウンター席があります。1階の物販コーナーです。左側の大きなモニターで商品を選び、カートへ入れます。最先端の技術で、最初はみんな戸惑いました。スタッフさんは気さくで、親切、丁寧で、モンストの雑談にも付き合えてくれます。私はリアルにモン友がいないので、店員さんとの雑談で、初めてダメ銃という言葉を口にしたとき、すごく興奮したのを覚えてます。ここが出口です。いつも、ルシファーがお見送りしてくれます。いい思い出がたくさん詰まったお店です。本当に大好きなお店でした。いつの日か、再オープンを絶望します。本当に本当に、ありがとうございました。
これで